いいですか。はい、どうぞ。東京都出身の古谷翔花です。ベストスコアは64で、得意なクラブは8番アイアンです。今日は、優勝を目指して最後まで精一杯頑張ります。はい、ポイントランキング第5位、頑張ってください。もちろん日本のプロテストは今度ファイナルだね。そうですね。じゃあそれ頑張ってください。はい、ありがとうございます。もしもダメだったらアメリカで頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、小田澄里です。埼玉県出身です。好きなクラブはウェッジで、ベストスコアは63です。はい、今日の目標は優勝なんですけど、ベストスコアも更新できるようなプレーができるように頑張ります。プロテスト残念でした。はい、でも、ポイントランキングナンバーワン、スミレちゃんナンバーワンなんで、はい、来年アメリカで来れるように頑張ってください。はい、頑張ります。はい、今日じゃあ1日よろしくお願いします。お願いします。リンゴルフ第4回トーナメントはプロアマトーナメントとなっております。アマチュアの方も参加しています。今日は2組目、現在フューチャーズトーナメントポイントランキングリーダー和田すみれ選手と古谷翔花選手、2名と一緒にラウンド撮影をしていきたいと思います。ティーショットになります。フェアウェイ真ん中にナイスショットです。ナイスショット。ちょっと左に曲げてしまいました。バンカー方面、バンカー手前でしょうか。ドライバー搬入してしまいました。綺麗に当たってます。ピンに向かって飛んでます。距離はナイスオン。残り132ヤード、フェアウェイ真ん中からのショットです。ちょっと右に出ましたが、戻ってきてショットショート右にそれてしまいました。3打目アプローチになります。ちょっとショートしました。フックラインが見えていたと思います。古谷選手バーディーパットです。ナイスパー。さあ、和田すみれ選手、仕上げるか。若干のフックラインだと思います。曲がりませんでした。曲がりませんでした。残念なボギーでした。セカンドホール打ち下ろしの左ドッグです。ちょっと左にかなりかかって木に当たった音がしました。右から綺麗なドローがかかってフェアウェイ真ん中にナイスショットです。
暫定球となります。右からドローがかかってフェアウェイ右ナイスショットです。1打目木に当たりましたが運よくラフに出ております。147ヤード難しいショットではありますが狙える状況にいます。さあスマスさんすっきり下がりのショット、ちょっと厚く入ってしまいました。グリーン右ちょっとショートです。フェアウェイ真ん中から何ヤードだった130ヤード第2打です。先ほどのボギーを取り戻したいところです。ピン左にナイスオンです。古谷選手約10ヤードグリーンから 4,5 ヤードとあまりグリーンを使えないので落としどころあとふわっと上げどころが難しいアプローチになります。上げてきれいに打っていきます。ナイスアプローチ。スミレス選手ちょっとショートしてしまいました。ナイスアプローチです。ナイスパー。古谷選手ショートパットはピンを抜く派のようです。ちなみに私もショートパットの時は抜きます。ピンに当たって弾かれそうでそのままあまり好きではありません。フックライン、ナイスパー。今日はいつもと違うグリーンです。145ヤードきれいに当たってピンに向かって飛んでいますが距離はナイスショー。和田澄也選手7番はやんないようです。いい音を残してピンの右に向かって飛んでます。ナイスオン。パー3約古谷選手6メートル、6メートルフックラインカップ1というところでしょうか。おお、ナイスバーディー。フックラインを上げ切りました。私の運が当たっておりました。カップ1個。このラインはかなり上がるラインになると思います。和田選手フック 3.5m、 これもかなりフックすると思います。 30cm もします。いいタッチで打って、ソフトなタッチで惜しい。4番ホール左ドッグのパー5打ち下ろしです。狙い目は左のバンカーの左エッジぐらいでしょうか。古谷選手は3ウッドレイアップのようです。よっしゃー、綺麗に吹き流し近くのフェアウェイ
取られてきました。ワダンスミナシの3ウッドのアップリーです。これも吹き流し左ナイスショットです。さあ和田選手3ウッドレイアップからの3ウッド3打目得意な距離に残せるでしょうか。フェアウェイ左にナイスショット、ちょっと曲がりすぎて木が邪魔にならないかどうかというところです。多分大丈夫だと思います。さあ古谷選手も同じようなところにあります。3ウッドレイアップ、さあこの3ウッドで自分の好きな距離を残せて第3打目で寄せることができるか。綺麗な3ウッドフェアウェイど真ん中へのナイスショットでした。さあ古谷選手残り91ヤード寄せて2つ目のバーディーになるか。ナイスオン、ナイスショット和田選手、こちらも約90ヤード。ピンに向かって飛んでます。距離は、ナイスオン。ご両名とも、ナイスオン。バーディーチャンスです。和田選手は約60センチ。古谷選手は、フックラインワンピンです。ピン抜く、いただいていいですか。はい、ありがとうございます。抜く派なのね。抜く派になりました。ナイスバーディ ー、よく読んだね。そのフックライン難しかったけどちょい下りだし。さあ和田選手1番ホールのボギーを取りませるか。ナイスバーディー。